こんにちは、先日ですね、WBC が、WBC の正規チャンピオンのドネア選手と、WBC の暫定チャンピオンのガブラ選手との間で、指令と。で今回は、WBO が、WBO のチャンピオンの柏村選手と、ポール・バトラー選手との間で、まあ、指令というところで、まあ、4団体統一っていうね、ところで、我々はね楽しみにしてたんですけど、まあ、これが、まあ、最短で来年の春っていうところで、1回ですね、12月に柏村選手とドネア選手が、まあ、実現かというところだったんですけど、まあ、このね、指名戦っていうのを、うん、そのどのタイミングでやるのかっていうところだと思うんですけど、うん、まあ、これが入ってきたというとなれば、まあ、この4団体統一っていうのがねまたさらに遠のくのかなと、うん、っていうのもその最短で来年の春だったのが、半年後なのか1年後なのか2年後なのか、うん、まあ、はたまたその3年後なのかっていうところ で、うん、でそうこうしてる間に、井上尚弥選手が持ってるこのタイトルのまた指名戦などもね入ってきたりっていうところで、まあね、ちょっと4の本ね集まるのはちょっと厳しいんじゃないのかなっていうふうに、これ私の試験なんですけど思いましたね。うん、でやっぱりね、まあ、たらればなんですけど、やっぱりこの8月14日にドネア選手と柏村選手がねやってこうベルトがまとまってさえいれば、うん、まあ、なんとかねこの12月にボーンと激突して4本まとまるかなっていうふうにも思ったんですけど、これでね指名戦が入っちゃってるっていうところで、うん、ってなるとやっぱりね、バンタムにいるとなればモンスターがで4団体にこだわるとなれば、うん、1年後2年後の話になるのかなとは思いましたね。うん、まあどうなるのかはまだわかんないですけど、うん、っていうところでねちょっとタイミングの問題がかなり大きいとは思うんですけど、うん、まあ、指名試合が入った場合は、うん、ちょっとね4団体統一が来年の春っていうのがねちょっと、雲行きが怪しいのではないかなというは思いますね。うん、まあ、その柏村選手のポール・バトラー選手なんですけど、こちらの選手は、元 IBF のバンタム級チャンピオンで戦績が、35戦33勝、15KO2 敗とで、あのエマニュエル・ロドリゲス選手と対戦してそこで陥落してしまったというところです。まあ、体重超過で、失格だったんですけど、まあ、これで、ロドリゲス選手が勝った場合は、王座獲得っていうところで、まあ、3対0の判定に負けて、ロドリゲス選手がチャンピオンになったといったところです。はい、でまあ、このねポール・バトラー選手と柏村選手もう、まあね、楽しみなカードではあるんですけど、やっぱりこのねモンスターがバンタムにいるときに4本の、ね、ベルトを手にするってなった時はやっぱりドネア・カシメロモンスターで、決着っていうところがねやっぱ一番楽しみなんで、まあ、これがね遠のく可能性が出てきたっていうところでねちょっと、不安が、残る、ことになりましたね。はい、っていうところで、まあ、皆さんもですね、ぜひコメントがあればよろしくお願いします。